トーマス・ジョセフ・ゴーラはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。カレッジバスケ史上最高の選手の一人と目されており、また NBA 選手としてはフィラデルフィア・ウォリアーズの1956年の優勝に貢献した。史上二人しかいない NCWA、ネット、NBA ファイナルを制した選手の一人。1976年にはバスケットボール伝道入りを果たした。 1933年1月13日にペンシルベニア州フィラデルフィアに誕生する。ラサール大学附属高校に通い、通算2222 22得点を記録して、フィラデルフィアの死最多記録を破り、オールアメリカンと州のオールチームに選ばれた。最終学年のシーズンには同校を、市のチャンピオンシップに導いている。ゴーラの評判はすぐに広まり、ケンタッキー大学や、 ノースカロライナ大学などの名門校から誘いを受けたが、ゴーラはそのまま、ラサール大学に進学した。大学1年目の1951から52、シーズンから17.4得点17.1リバウンドと活躍し、同校はゴーラに引き入られて、ネットの決勝に進出。ウォルター・デュークス擁するシートンホーレ大学を下して、見事に優勝を果たした。 この試合で30得点を記録したゴーラは、トーナメントの最優秀選手に選ばれ得た。3年目の1953から54シーズンには23.0得点21.7リバウンドを記録し、今度は NCWA トーナメントを制し、ゴーラは再びトーナメントの最優秀選手に選ばれた。最終学年となる。 翌1954から55シーズンも24.2歩得点19.9リバウンドと好調を維持するも、連覇を目指した NCWA トーナメントでは、決勝でビル・ラッセル、ケイシー・ジョーンズ要するサンフランシスコ大学に敗れ、惜しくも連覇は叶わなかった。大学通算成績は2462得点2201リバウンドとなり、得点と、 リバウンドで同行のキャリア通算成績記録を更新2201リバウンドは NCWA 記録となっている。ゴーラは古コ今コのカレッジバスケ選手の中で最も優秀な選手の一人と目されており、ビル・シャーマンは彼は間違いなく最も偉大なカレッジ選手だったと語っている。また、大学時代のゴーラは名選手、ポール・アリジンとしばしば比較された。 プレイスタイルも類似しており、共に、ラサール大学附属高校出身だった。大学時代の背番号15は、同校の永久欠番となった。大学卒業後、ゴーラは1955年の NBA ドラフトで、地元のフランチャイズチーム、フィラデルフィア・ウォリアーズから、地元出身の選手を指名できる、地域ドラフトによる指名を受けて、NBA 入りを果たした。ウォリアーズには、 ニール・ジョンストンにゴーラと同門のポール・アリジンという当時の NBA を代表する名選手が所属しており、このゴーラが入団する前の1954から55シーズンの得点ランキングでは両者が1位2位を独占していた。しかしウィリアーズは1954年から導入されたショットクロックにうまく対応できず33勝39敗を記録し畜細会に沈んでおり、 ウォリアーズはアップテンポな試合を展開できるプレーメーカーを探していた。そこに現れたのがトム・ゴーラだった。ゴーラの加入でウォリアーズは新シーズンを45勝27敗と大きく成績を伸ばし、地区最下位から一気にトップに躍り出た。ゴーラ自身は10.8得点9.1リバウンド5.9アシストを記録。このシーズン、ウォリアーズのオーナーエディ・ゴットリーブは ヘッドコーチのジョージ・セネスキーをあえてチームオフィスに留まらせ、チームの指揮権をゴーラに委ねるという大胆な判断を下している。ウォリアーズはプレーオフも勝ち抜き、ファイナルでホートウェイン・ピストンズを破り、悲願の初優勝を果たし、ゴーラはネット NCWA に続くビッグタイトルを手にした。ゴーラは兵役につくため、翌シーズンを全球。 1五十七から五十八シーズンから復帰し、このシーズンには十三点八得点十点八リバウンド五点五アシストと平均ダブルダブルを達成し、オール NBA セカンドチームに選出される。四シーズン目の1五十九から六十シーズンには怪物センターウィルト・チェンバレンが入団し、優勝後はやや停滞していたウォリアーズは四十九勝二十六敗を記録して、 再び優勝を狙えるチームとなった。ゴーラもこのシーズンは、キャリアハイとなる15.0得点10.4、リバウンド5.5アシストを記録し、初めてシーズン通算選得点を達成している。しかしチーム内でのプレーメーカーとしての価値は、ガイ・ロジャーズの台頭により、徐々に失われていった。そしてウォリアーズが、 本拠地をサンフランシスコに移した1960から61シーズン中にニューヨーク・ニックスにトレードされることになった。ニックスではウォリアーズ時代ほどの重要な役割は任せられず、また30歳を迎えたゴーラの成績は次第に後退を見せていた。ニックスでは4シーズンを過ごしたが、目指したプレーオフ進出はならないまま、 三十三歳となった九百六十五から六十六シーズンを最後に引退した。NBA 通算成績は十シーズン六百九十八試合の出場で七千八百七十一得点五千六百十七リバウンド二千九百六十二アシスト平均十一点三得点八点零リバウンド四点二アシストだった。ゴーラの母親は息子が医者になることを願っていたが、 大学時代は授業とバスケットの試合が重なってしまったため、会計学に転化していた。これが引退後に生かされ、ゴーラはフィラデルフィアの死刑理担当となり、また政界にも進出し、1966年にはペンシルベニア州議会議員に初当選した。1983年には市長選挙に立候補するも当選はならなかった。 2014年1月26日に死去した。マジック・ジョンソンが NBA のニューススタンダードとなる以前のスタンダードであり、1 9 8トル9 3ラムとマジック登場以前の最大級の司令塔だった。長身ながらボールハンドリングに長け、当時浸透し始めた片手によるジャンプシュートであらゆる場所から得点でき、有能なパサーであり、 さらに強力なリバウンダーで優れたディフェンダーでもあった。そのサイズとオールラウンドな働きぶりからマウントオールアラウンドの愛称で親しまれた。ニューヨークヤンキースの保守、ヨギベラはバスケットボール界のジョーディマジオだと評した。ありがとうございます。